ここは木の上ですか。17番パー5の上はより本当は左の方がいいかな。左の方がいい。バンカーの右エッジ。右エッジ。おー完璧。あーでもどう、ちょっと左行ってる。完璧。オッケー、アラフまで行っちゃった。アラフまで行っちゃった。もうちょっと右だ。あでも完璧です。同じところにある、行った。何だと思う？スプリンクラー？なんかポーンって跳ねたね。すごい跳ねた。あら。引っ張っちゃった。うん。200？200ヤードじゃなかった。200だったらやばいです。ほのちゃんは手前のフェアウェイに、フェアウェイに刻む150ヤード。いいね。右行きすぎてない。前？あ大丈夫そう。フェアウェイ。うん。いいね。ああ、うん、いや、いい、ナイスショー。ショー。リコちゃんボールだ。ナイスショー。おお、完璧完璧。今のよしよしよしは映ってない今。残念ながらボール追っかけてたんで。はい。リングだったら消えるってあげるの。いい。リングだったら消えるそうです。特別ルール。あざっす。今平さんを召喚したいです。あでも全然可能性のある距離。あまあ、うん、そうですね。見たい。2番みたいなことが起きれば。おお。あのね。あ、じゃあるかな。100ヤード。100ヤード。ピッチング？ピッチング。ちょっと左足下がり。うまい。ああ。でもね。距離が。ちょっと今くぐったよ。そう、うん、ちょっとくぐった。うまい。おお、うわーすごい。プロのとどめを刺したバーディー。すごい。とどめを刺したショットみたいな。ここです。ここからマウンドがあってからの多分スライスラインって感じかな。あそこまで結構長いです。
ナルトだ。そうあ、名前が書いてあります。作ってもらったって。すごい。漫画が好きなのか。漫画が好きなんです。漫画好きですね。あ、じゃあゆっこと話があるじゃない。すごい漫画。あっちゃいろいろ読みますね。私が今一番好きなのはキングダムです。あ、僕アニメで見てます。両方見てます。あ、両方ですか。両方見てないですね。漫画はちょっと落ち着いてないですね。さあ、大きな気分できます。これキングダム知ってないと分かんない。なんでかった。何が違ったのか似てならず入れたらバーディー。右パット右縁強かった強かったかも強かったわ。あまり曲がんなかった。うん、あんまり曲がんなかった稲張プロム見て悩んじゃうじゃないですか外さなくていいかも。あのほのちゃんしっかり受けるし外さない。うん、右中ナイスー終わっちゃった。ナイスー。いやでもやっぱり続けてちょっとせっかくなんでバーディーパットお願いします。瞬殺でバーディーパットも出してくれんかナイスバーディー。ナイスバーディー。あーもっと打てばよかったラストバット。これミカちゃんの時もそうだったんですけど、はい、僕らも個人で一個一個ボールを打ってここ、はいはい、プロに引き分けたらプロからなんかもらえる勝負をやったんですよミカちゃんの時、はい、ということで受けていただけますでしょうか。やりましょう、じゃあ視聴者のために頑張りましょう。お願いします。了解。18番ホール。完璧。おお、ナイスです。おお、すごい。ナイスです。すごい、すごいところを。危ない。ナイスです。うまーい。うまーい。わーお。おお、ナイスです。おお、すごい。完璧。ですね。うまーい。うまーい。うまーい。取り合ってるやん。おや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 。映すな。オーバードライブした。オーバードライブしたる？結構後ろだったからね。青Tはそこです。ここです。おー、ナイスショー。完璧。オーバードライブした？したんだな。完璧。おー、オーバードライブです。取ってない。前回はヘナチョコショットで、うん、商品取れなかったんで今回視聴者の皆さんのために頑張ります。
あー変なとこ。大丈夫かな。一応フェアウェイ。あ、ちょっとラフ。左。じゃあギリギリセーフ。左ちょいラフ。バイオリン弾きそう。バイオリン。ああビリビリペンビリビリペン。あったビリビリペンです。あでも大丈夫だ。残った。残った。残った残った。遠いっす。300ヤードプロのマンプリ10のワンオンチャレンジ。おマンプリ、マンプリちょっと左だけど。すごい飛んでる。左にやばい。ちょっとすごい。ちょっと銃のつもりで撃ったんですけど、全然ミートしなかったっす。ナイスね。ね、すごいね。ミートしないがあんな感じだもん。ならどれぐらい飛ぶんですか。めっちゃ降ったらですか。うん、でも夏場とかだったら、うん、やっぱちゃんと当たったら300ぐらいは行く時もありましたね。もうちゃんとシンクって、はい、やっぱ夏の方が飛ぶっすね。もうこの季節になったらだんだん距離落ちますね。今日はさらに雨も降って空気重いから。そうっすね、空気重いのもある。空気重い。え、なんで笑ったんだよ。そんなことねえよ。なんで笑ったんだよ。言ってるぞ。なんで笑ってんだよ。なんか若干二十歳。一回り同じ江戸だから。え、一回りって9個 12? 12? 何に9個じゃあ何三つ増やしたんだよ。34? 何で増やしたの。32か、あ、32か。一回りって言ったらもう分かっちゃうから。でも32に見えないですね。嬉しい嬉しい。全然見えないですよね。なんかそこ俺に聞かれてんの。俺に聞かれてんの、うん、振られたのね。いや全然見えませんね。はい、27、8で変わらんやん。変わらないよ。見えない。じゃあ飛びました。ドライバー何ヤードでしたか。160、168番。いや、戻ってきてる。右。ちょっと、もうおかしくないわ。めっちゃ右飛んでったっす。やばいです。頑張って。頑張るわね。うまい。ナイスです。ナイスオン。ほのみ選手7番アイアンです。138ヤード。 138? はい、はい、いいねー。おー近そうだよ。いいですね、ほのみ選手。へい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 乗ってるじゃん。あ、ゆっこ、あ、いいよ。バイオリニスト。うん。いける。ギンガムチェック。お。あ、トップ。バズってる。どこへ行った。
右からオーバー。さあ、入れる宣言しております。かなりしっかりとラインを読みますね。動揺してる。ちょっと今10個ごまかしたようなアプローチでしたね。危ねっつもんね。よし、今夜は寝れますよ。これで安眠を得れましたよ。安眠ですね。ちゃんすか。うん、バーディーチャンス。空だけど、ちょっと外さない方がいいかも。強めで。強め？敵にアドバイスをもらって。外したら、さすが二十歳。関係なく。ショートは左中。しっかり。ボール一出す。しっかりだって。しっかり。ありがとうございます。プロのやつはちょっとしびれたけど、今のものすごいね。さすがだね。すごい。合ってた？はい、合ってました。完璧。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。結果は？さあ、正式マッチプレーは、リンゴルチームの2アップでしたが、はい、最終ホールのプレスで、プロが意地のバーディーを見せていただきまして、はい、盛り上がりました、ね、ナイスバーディーでした、はい、超盛り上がりました、超盛り上がりました。でもほのみちゃん、ほのみちゃんがバーディーね、なんとバーディーを取っていただいて、で、まあ結局楽しい終わり方ができた、はい、非常に良かったと思います、はい、プロ、感想はどうでした？いや、そうですね、なんか1対3っていうのをこの形式なかなかな経験したことなかったんで、まあ、今回初めてだったんですけど、なんか毎ホール毎ホール痺れましたね僕は。結構もうバーディー取らないともう全然勝てないなって感じだったんで、ちょっと前半はつまずいてましたけど、後半はちょっと頑張らないとなっていうのがあったんで、すごいこう試合感あるような感じの勝負でしたね。参りました。いつでもリベンジ受けますので、あ、もうぜひいらっしゃってください。またよろしくお願いします。リベンジしたいです。ほのみちゃんどうでしたか、久しぶりのリンゴルフの出場で。なんか初めてなんかその男子プロの方と回らせていただいて、やっぱりなんか飛びも違うし、なんか全部すごいなって思いました。なんか勝負がかかってる時にやっぱ入れる、なんて ああいうことができるっていうのはやっぱトッププロだなって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。
ゆこはアドバイス最初にちょっと質問した時に一打一打で、ね、一喜一憂しないっていうのをおっしゃってて本当にそういう感じだなっていうかやっぱこうメンタルがしっかりされてるなっていうのを私すごく思いました。最後のバーディーもなんかねちょっとメンタルが強くないとあれ入れられないと思ったのでやっぱすごいなって感動しました。はい、感動しました。感動しました。ありがとうございます。ありがとうございました。それではまた、はい、ぜひリンゴフにご出演いただきたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ごっそりと商品を持ってきてください。わかりました、はい、準備できます。それじゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。稲森プロのプレーがすごいと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。え、なんで言わないの。10回だからいいかなと。Thank you.